どうも、スノーマンでーす。今回のテーマは、嘘だって思ったことです。僕の嘘だって思ったことはコインパーキング3時間しか止めてないのに1万円超えてたことです。高いって高い。嘘だしかも、1000円しか使えないとこに。次の人。はい、渡辺翔太です。僕が、何でしたっけ。嘘だ僕が嘘だって思ったことは、先ほど今の食べた海鮮丼が嘘だって思うぐらい美味しかったです。はい、どこ食べたい。うまかった。美味しかったあれは。はい、阿部亮平です。僕が、嘘だって思ったことは、先日放送されたザ・タイムショックで決勝まで進出できたことです。本当に名だたるクイズ猛者の方がたくさんいる中で本当に信じられなかったです。嬉しいです。ありがとうございます。嘘だと思ったら本当だったもんな。本当だったよ。はい、どうも目黒蓮です。この前久しぶりにラウールと久々にこうちょっと散歩して、その時に見た桜が嘘だと思うぐらい綺麗でした。桜よりお前の方がかっこいいよ。どうも、下がったよね、今下がったよ。今さ、別に合わせなくていいね、画角。うん、あ、どうも、佐久間大輔です。僕が嘘だと思ったものは、うちの深澤達也が髪を染めて黒髪になった瞬間から嘘だろってぐらいかっこよくなったんで、ちょっとそれぜひ楽しみにしててもらいたいですね。アデュー。今までいいよ。あれもしかして上がった。いや、上げたね、今上げたよね。ね、下げていいよ、お決まりのね。ありがとうございます。僕が嘘だって思ったことは、ベロの先っちょに口内炎ができてめちゃくちゃ喋りづらいっていうことです。いやいや、今のやつが嘘だ。今のやつが嘘だ。あ、本当だ。おい、背伸びすな。みんな聞いたかな。いやいやいや、はい、深澤の嘘だと思ったことは、向井康二のドラマ出演です。いや、本当に特捜9というドラマにね、向井康二が出るんですけど、いや、なんかやっぱドラマ班としては、まあ、僕と、佐久間と向井康二ドラマ班っていう、はい、チームを組んでるんですけど、はい、ドラマ班っていうのはドラマ班、ドラマ班言ってるけど出れないっていうのが結局美味しいところであり、 それで本当に出てしまうって、まあ嬉しいことなんだけど、なんか置いてかれた感すごくて俺たち辛かったよな。あ、辛かったの、確かに。なんか先行かれちゃったなって。あ、なんか、いやでも、いや、お前黒髪かっこよくない？ありがとう、ありがとう。お前かっこいい。いやでもそうやってふっかさんメンバーのお仕事を宣伝してあげてるの本当は優しいな。あ、やめろよ。あ、ちょっと、ガクどうした、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 どう、いい感じ？ふっ、ドロン。ふっ、どうもみんなの番の調味料こと塩麹の向井康二です。ありがとうございます。嘘やと思った瞬間ですよね。はい、僕某雑誌でチェックしたんですよ、自分の顔を。カメラ見てください。はい、スターじゃなくて、ね、すぐ聞く。ごめんごめん、すぐ見ちゃうから。あのね、僕の顔を確認してたの。ほんな鼻の方をね、拡大していくとね、鼻毛が生えてたのよ。お、雑誌で、お、雑誌で髪をアップにすぎやろ。おいおい、誰やカメラマン、誰やカメラマン。あ、すいません、最後いいですか。はい、向井さんにとって、はい、ミュージックステーションと。違う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 、あれ、なんか聞いたことある声やな。俺にとってミュージックステーションとは、そうですね、人生みたいなもんじゃないでしょうか。おい、藤原丈一郎どうしてくれんねん。丈一郎です、カメラは。ナイス。じゃあちょっと最後、はい、まとめてもらっていいですか。はいはい、違うんだよ、伊達さんやりづれだ。僕にとってどうも、宮舘亮太です。僕にとってミュージックステーションそれ。どうだ、その辺が変わった変わった。違うのよ。何、歩む道。ミュージックステーション3時間スペシャル、ぜひご覧ください。じゃあみんな集まって、何やねんお前。はいはい、ブレザービート聞いてね。キーアサス、ジャイチラー、いいやつやな、あいつ。キーアサス。